こちらはウミガメの一生を簡単な図で表したものです。このうち自然界で確認できているのは産卵と誕生、交尾のこのタイミングだけです。どこの海でどのように成長して大人になり成熟しているかは分かっていません。そこでこの謎を解明するためにこれまで様々な研究が行われ、名古屋港水族館も調査してきました。その調査の結果、分かってきたことを紹介します。名古屋港水族館では、これまで9000匹以上の子ガメが生まれ、その多くを放流してきました。そしてそのすべてではありませんが、放流するウミガメには目印となるタグをつけていました。タグをつけての放流は名古屋港水族館以外でも行われています。海や砂浜でウミガメと出会ったとき、タグがあればどこで生まれた、あるいは放流されたウミガメかがわかります。この調査では途中の行動はわかりませんが、いつどこから放流されたウミガメでどこで見つかったかが分かります。調査が積み重なるにつれ、日本生まれの赤ウミガメの子ガメがアメリカの西海岸やハワイで見つかることもありました。日本では大人のウミガメはよく見つかり上陸して産卵もしていますが、成長途中の子ガメはこれまで見つかっていません。反対にアメリカ西海岸やハワイでは子ガメは見つかることはあっても大人のアカウミガメが見つかることはありませんでした。産卵も行われていません。そして日本とアメリカの間にはこのような海流が流れています。日本からアメリカへはハワイの北側に海流があり、アメリカから日本へはハワイの南側に海流があります。以上のことから、日本で孵化した子ガメは海流に乗って太平洋を東に進み、アメリカ西海岸に到達すると繁殖のためハワイの南を通る海流に乗って日本に戻っていくという仮説が考えられました。タグによる調査以外にも途中の行動が分かるような別の調査も行いました。人工衛星と送信機による追跡調査です。放流するウミガメの背中に接着剤で送信機をつけます。こちらがその送信機です。呼吸などでウミガメが浮上して背中が水面から出ると、送信機から電波を発します。潜っている間は電波を出しません。発した電波を人工衛星がキャッチします。その情報を分析することで、ウミガメがいつどこを泳いでいるか記録して追うことができるのです。名古屋港水族館ではこの調査を2003年からアメリカの役所であるアメリカ海洋大気局と協力して行いました。データはこのような形で示されます。このデータからは、2003年11月28日に日本沿岸から放流されたこと、その後東に移動し、ハワイの北付近にとどまっているのがわかります。ウミガメは成長に伴い古い甲羅が剥がれていくので、甲羅につけた発信機は一生ついたままにはなりません。送信機は電池が切れるか外れてしまうかすると電波を発することができなくなり、データが送られなくなります。この画像は最も長く撮れたデータで1243日間、つまり
3年5ヶ月間近くも追跡できました。2003年から2008年まで行った165頭の追跡データを重ねてみました。ハワイの北西のこの辺りに線が集まっていますね。そして一部がアメリカ西海岸に来ています。この画像だけでは分かりにくいですが、アメリカ西海岸に来たウミガメが再びハワイの北に向かっていった例がありました。つまりアカウミガメの子供はアメリカ西海岸に向かうのではなく、日本とハワイの間にあるこの辺りにとどまって成長していることが分かったのです。こうした調査の結果から、これまでとは異なる新たな仮説を考えました。日本で生まれたアカウミガメの子供は海流に乗ってハワイの北西へと移動してとどまります。この場所はウミガメの成長にちょうど良い水温で、餌も豊富にあると考えられています。アメリカ西海岸まで行ったウミガメもそこに戻っていきます。やがて成長したウミガメが日本へ戻ってきて産卵するという仮説です。こうした調査の中、放流したウミガメが年月が経ってから再び見つかる例がありました。そのウミガメをめぐるお話が小学4年生の国語の教科書に載っているウミガメの命をつなぐになるのですが、続きは次の動画でお話しします。